今回は中国のうまい、ジャングラーの方ですね、孫騎の方だったと思いますが、の、動画になっています。この方の動画が、実はセットでもう一個違うのがあるんですが、まあその時の動画ですね。これは敵側で私が、スバルですねの MM じゃなくてミッドかなという状況と、クレピーが順風寺で MM と、順番どうするかなという話なんですが、まあもう一本の時もそうなんですけど、これちなみに連戦で当たって2試合目の時なんですね。で、開幕の面白い流し方、平安京式な流し方をしてますが、ミッドウェブを、数をかけて流して、そのまま、相手のバフの方に直行して、要するにもちろんバフ、ですね、青の方を取っていくという動きですね。まあ、開幕青の方に、赤にインベードしているのに対してこういう形で入ってくるというような状況の入り方で、まあ、新しい回し方してますね。で、項目点が処されて入ってきた、これもいっちゃったという状況ですね。いやもう笑うしかないんですけど、どうしたもんかなという状況で、ちなみにおそらくこれ2回目に上げますので、1本目の方を見てる方は分かると思うんですが、1本目の時に、盛大にずっこけた、MM の孫騎1位の人が今回タマコでジャングルしてますね。もうトロールなのかなとも思いつつ、やはり現環境タマコでジャングルするメリットってほぼないんじゃないかなというところで、まあ、強いては金卓シナジーぐらいで選んでも、いや、よくはないよ。でも結局は選んではよくはないけど、まあ、そういうところとかそういうレベルでぐらいしか選ばれないような弱キャラを選んで、まあもちろん活躍もできないから、まあそうだよなみたいな状況ですね。心折れそう、もうポッキリ、もうそもそもタマコのピックで心ポッキリですよね。で、この方はジャングルの買い方がいつもこうなんですが、ナイフを買ってそのまま即、クールダウンじゃなくて滑り止めを買って、一回この、緑のベストですかを絡めてからの、緑帽子みたいな流れが、まあ、中国勢こういう買い方多いんですよね。いや、ワンチャンあわやみたいな状況ですよね、これ。まあ、危なかったですよね、ほんと。2対1で、タワーダイブぶっこいて、しかもまだこのレベル低い状況で、こんだけ粘りますので、シゾちゃん、マジで強いですね、ほんとに。で、まあ、最後に、ご紹介しますが、この方、私多分初めてなんじゃないかなって形で見る、応援団の副団長の打たれ弱いというのがあるんですが、ダメージ食らった時、一定間ダメージ食らうと、自分の最大 HP の 4% の、ダメージを物理として、2秒間敵に付与するという形なので、HP が1万あったら、400のダメージで800系的にダメージを与えれるっていう形、多分解釈だと思います。ただ、物理で与えますので、どうなのかなって言うと、まあ、そもそも軽減されるのを考慮しないといけないので、って感じがしますね。で、まあ、シズを見てわかる通り、すごい丁寧にニスキをちゃんと当てるんですよね。こんな感じで、で、まあ、もちろん応援の団長は哲学になってますので、その辺も含めてうまいですね。しっかりとブロックしてますね。いやー、どうしようかなっていう感じですけどね、これも本当に致命的ですよね。これちなみに確かこの時ミルダムで配信してたんですけど、私ブチ切れてましたね、これに関しては。まあ、そもそも1試合目の時にブチ切れてて、連戦9入れたらまた味方に来てブチ切れテイク2で、挙句選んだのがタマコで、もう湧き散らしてた気がしますね。もうジャングル寄らねえし知らねえっつって、ミッドだけなんとかしようなんて言いながら、自分のレーンだけは守るように動いてますが、もうクレピーも順風寺したくないみたいな空気出てましたからね、これ。いや、本当にどうしようもないですからね、つらい。で、まあ、ジャングルバカバカに荒らされてますし、どうしよっかなみたいな状況なんですよね、これ。いやー、もうちょっと賞味どうしようもないんですけどね、これ。で、まあ、これ、エンズキ死んじゃってますが、まあ、サポートに関しては、ジャングラーがちょっといけてない時になると、引っ張られて死んじゃうんです。まあ、結局ついてきますから。っていうところで、まあ、デスが増えちゃうのは致し方ないかなって気はしますが、やっぱりタマコはきついっすね、キャラ的に。本当に。タマコすんなら他にして、した方がいいキャラクターいっぱいいますから、そこの中で相手のタマコみたいな。まあでも昔からね、あのタマコって結構とんでもないこと多かったので、まあそれが引き続きシーズン4になっても変わってないというような状況ですが、
もうジャングルが回れないんですよね、これ。ここまで荒らされちゃってると。で、敵の方がレベル差ついてますので、この静雄の9レベっていう、それに対して内側のところ、あの、炎月にだってはもう 1.5 倍ですから、で、このウルトズドーンでもゴリゴリですからね、本当に。いや、正直ちょっと本当にどうしようもないですね。で、静雄に関してはニスキをしっかりと当てればということで、今回内側のチームちょっと構成が悪いことに、静雄のニスキ止めれないんですよね。止めれないんですよね、ほぼ。まあ、タマコで止まるんですけど、まあ、ほぼタマコはもうどうしようもできないので、で、そうなってくると、まあ、炎月のミニスタンぐらいなんですけど、ここまで育っちゃってると、もうそういう次元じゃなさそうな気がするんですよね。で、こういう時、敵の CC が薄めな時の静はめちゃくちゃ強いですね。やっぱりニスキの打ち上げ非常に強力なんですけど、この栄翔があって、この時間中にパホって CC でやれちゃうと出ないんですよ。なんで、まあ、毛量とかも弾けたりとかするので、非常に静を使ってる時毛量だったりとか、あとはスザク、もう地味に1スキで弾けたりとか、ノックバックあるキャラだと、割かし静を戦えなくはない、日夜、その、受けに回らなず、しっかりと、ニスキのとこを打ち上げてやってあげると、まあ、そこそこいけることになるんですが、この今の状況だと、ちょっとマジ構成的にもきついですし、そもそも悟空がインチキですから、まあ、スザクで若干調整はしてくれたとしても、ちょっときついですね、構成的に。いやー、困りましたね、これ。困りましたねとしかちょっと言いようがないんですけど、もう無理ですからね、あの開幕6分にして僅差がもうこのね 20% アップぐらいな状況になってますから、どうしようかなみたいな。で、速攻ヘルメット上がってますね。まあ、靴ベスト、ルリとヘルメットっていう感じでもう出来上がってますので、これはもう静岡止めれないパターンですね。まあ、いやでもちょっときついですね。ワンチャン順風寺のクリティカルにロマンかけたいですが、もうほぼ2倍近い金を持ってますので、もうこうなってくると本当にもう力の暴力ですよね。で、しっかりと当ててきますので、スキルやっぱりウルトもヘリで当てるとめちゃくちゃ強いですから、ウルトからの2スキで本当にお釈迦ですね。いやー、つれとにもかくにもつれ。いやー、どうしようもないですね。まあ、こうボコボコにされてる試合だと、で、ジャングルも管理されちゃってるんですけど、相手のジャングルに入っていくわけにもいかないですし、まあ、それで入っていこうとして無理くり死んでるこのケースみたいな感じなんですよね。なので、もうひたすらオブジェクト取られまくって、ここも気合でワンチャン落とせんかなと思って、ドスケベ突撃したんですけど、死ぬーと思いながら。ダメでしたね。結構綺麗に、まあ、ただロマンがあるといえばロマンがあるんですよね。約レベルが 1.5 倍差ぐらいのところで、6サッパ金もない状況でスバルで平和島にスキルぶち込むと、あれぐらい減らせることができるので、本当に負けゲーでもスバルのドローンは結構ダメが通ります。特に今回静雄ちゃん、まあ、ベスト で、まあ、作ってブツボ上げてる状況で、今回だとルリ島と、キャップですね、一番最上位買ってますので、そこそこヘルス多分2000ぐらい増えてるんじゃないですかね、の状況であれぐらい削れますので結構強いですね。とは言うても、まあ、倒しきれないのかなんですけど、どうしようもないですね。このまま本当にカエルだったりとか猫を取られてバカバカされていくような状況で、もうしっかりと本当に湧いてたら、ジャングル湧いてたら直行で狩りに行ってますから、いやきついな。まあ、カエルだけはしれっと拾ったんですけど、もうほんとしれっと拾うだけに至ってこのまま狩られてしまうっていうね。痛い、シャレになってないですね。まあちょっと本当にもうあのカエル一つ取ったところで何も進まない状況ですけど、まあなんとかしないといけないかなと思ってカエルは取ったんですけど、カエル取ったのに対して2人死んじゃったので圧倒的にマイナスですね。ワンチャンこのままタマコも、うわー映ってる。まあ、あのジャングルのミニオン処理してるのが映っちゃって、シゾちゃん寄ってますので、しっかりとスキルチェックしてますね。ここもリコール返りして、で、手前にいるとこに3日かかっちゃったので、そのままズドンですね。ふうみたいな感じですね。いやーし、シゾがうまかったのか、はたまたうちら側があれだったのか、なんとも言いづらいところですが、ただしっかりとニスキを当ててますね、本当に丁寧に。
まあ、1スキは目の前でガチャガチャするというか、まあ、ガチャガチャする感じなんですけど、2スキがやっぱ思いのほか発動遅いので当たりづらいんですよね。ただそれをうまいことしっかりと当ててる気がしますので、やっぱりうまいのかなという気がします。で、まあ、水増しもできちゃってるしみたいな状況で、ただ打たれ弱いが効果発揮してるのかどうかはよくわからんですね。まあ、今の状況だとヘルスが8500ですから、まあ、これの、まあ 10% ぐらい、まあ、5% が2回かな、2秒間で 5% なのか、毎秒 5% だったのか、ごめんなさい、ちょっと定かではないですが、まあ、仮に 5% だったら 4% ですか、 10% だったら、じゃあ 5% だったら800、じゃあ400で、仮に 10% だったら800か、まあ、どうかなと思いますが、まあ、サステイン回復力が高いキャラクターですので、まあ、そういったところは確かに強いかなと思いますが、項目がまだウルト覚醒してないんですよね。これレベル差がちょっとえぐい辛いですね。どうしようも内臓なんですけどね、これ。でここでトップレーンですか、で順風寺が非常に頑張ってプッシュして、あれ2対1戦ってるんですけど、1人落として1人転がりますね。これすごい頑張りましたね。まあ、猫に乗ってるんですけど、ガルタが、でガルタが猫から降りて処理されちゃったんですけど、これはうまかったんですが、ごめんなさい、シーンをそのままこっちでやっちゃってますね。いやもうほんとプッシュしてああいう感じで勝ち筋でしかないですけど、まあただ金差がちょっとマジきついですね。一番頑張って金持ってる順風寺が6000に対して、あの相手側の平和島がさらに上を行って8000ですから、まあ、そもそも2万5000と3万の金差の状況になってますので、ちょいとマジできついですねこれは。うん、まあ、平和島はこれ絶対落ちないですね。挙句にもう水増しの防護服なのでガチガチで、最後これ阻害か回復、貫通かですねっていう状況きついですね。どうしようかなと、とりあえずまあスバルでウェーブだけ処理していこうかなと思ったんですが、ぶっこ抜かれましたね。ただやっと項目のウルトが覚醒しましたので、ここからかなと思うんですが、無慈悲に1スキウルトからの2スキで食っときましたね。いやつらすぎるんじゃ。いけるか順風寺、いやめちゃくちゃ吸いますねこれ。順風2スキの上なんですけどね。いやマジでいやバチバチ順風の2スキルでボコボコ戦って勝ちますからね。いやどうしようもないですね。ワンチャンこれミット押して終わるかな。いやつらい、この防戦一方の状況だと本当にどうしようもないというか、まあ、申し訳ないけどどうしようもないですねこういう試合は。お祈りのプッシュからのと思っても、そのお祈りさせてるプッシュの状況がないですから、罪ですね。いやただエンドはされないんですねこのウェーブで、大丈夫ですね、守れそうですね。いやー心臓がやっぱ育つと止まらんですね本当に。もうスノーボールされちゃうので、ちょっと本当に止めたいとこですが、なかなか、あとやっぱ自分で使ってると心臓あるあるですけど、硬いは硬いけれどもダメージがないんじゃないかみたいな。ただ敵が使ってる心臓だとめちゃくちゃ痛いんですよね。装備そんな違うことないんですけどね、まあ、ルリと、まあでもそうか、まあやっぱり私自身使うとき結構防御寄りにしちゃうので良くないんですけど、しっかりルリとを作った後に、まあ、水増しだったりとか阻害ですねを積ん でキャップと防護服だけで頑張っていくみたいな感じがやっぱりいいのかなって気もしますね。ただ打たれ弱いがワンチャン効果を発動してそこそこのダメージが期待できるのかなとも思うんですが、クラッパー500じゃないですか。そもそも打たれ弱いの応援の副団長を持ってる人少ないんじゃないかなと思うんで、一回それも含めてやってみたいなと思うんだけど、3対1なんですよね。ここうめんすよ、綺麗にぶち当てるんですよ。見ました今これ。だから今どのダメージで出たのか分かんないですけど、ガルダだったのか、はたまた打たれ弱いのあれのダメージも含めてだったのか分かんないですけど、めちゃくちゃぶっこ抜きましたね。いや今のシフルやばすぎですね。以上あの平和島でボコボコにされた試合ですね。いやーこのタマコ孫喜一なんですけどね、許すマジですよね。いやまあ心が折れた試合ですね。2試合やってこれでやめようっていうただ打たれ弱いコーナーですよね。すごいですよね。一回ちょっと平和島打たれ弱いぜひ誰か試してみてください。まあちょっとどのタイミングで当たるか分かんないですけど、以上、平和島のちょっと面白い応援団を使ったジャングリングの動画でした。
他に関しては、一般的なものを使ってますね。いやー、それにしても悲しい試合でしたね。まあ、ただ普通に、まあ、開幕の流し方は面白い流し方、あんまり見ない流し方をしてたので、あのパーティーだとああいった、まあ、ミッドウェーブ流してそこを青に行くっていった面白い動きをしてみるのもいいかもしれません。ただ味方が寄らなかったら事故りますので注意してください。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。